まあ最近ですね、夏ということで、まあいろんな YouTuber ね、めちゃくちゃ頑張ってると思うんですけど、そうですね。まあ僕らもね、気合入れ直す。ちょ本気出そうかなと、今回やりたい企画は、酒飲みながら宿題夏の大一番の企画です。この3人といえばね、はい、やっぱ夏休みの宿題じゃないですか。うん、そうですね。そうですね。もう覚えてますよ。あの記憶に新しい。うん、まださ普通にねやると、はい、まあ過去と一緒ということで。そうですね。はい。今回のルールは1課題につき1杯。もしかして1本ですか。いやーそれはまあ僕は1本とは言えないですよね。くじ引きでいこう。くじ引き。くじ引きでね。さあ並び替えてください。はーい。はいどうぞ。せーの、左が。うお、神や。じゃあせーので取りましょう。せーの、ポン。だるー。今回しい、今回しいこの企画。というわけでやっていきたいと思います。バイ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 。エンドレスウイスキー。まずはですね、じゃあオープニング酒いきますか。じゃあここにね、度数くじがあるんで、じゃあ引いてください。はい、これで。はい、せーの、はい、5%、7、0。はい、じゃあ行きます。乾杯。乾杯。うえ、スタート。スタート、スタートでーす。やっぱこれ多すぎやって。僕はワークやります。大将、人権作文から行こう。頼んだらやってんの。あ、人権作文か。ガーシーのマスロっていうタイトル。うるさいやつ始まった。ほんま鬼ヶ島攻め行って面白い面白いって言ってるんですけど、この人。うんうん、キムさんそういう感じやろ。僕全然そんな感じじゃないです。キムは桃太郎に鬼ヶ島連れて行ってもらえへんかったら怒る。ああ、それは怒る。そりゃそうです。おじいさんおばあさんごと焼き払う。うわ、正しくないように計算しちゃったよって。めっちゃうざいよ。あずな、最初からやっとけや。ヤマハ音楽教室の話してる。静岡出身なんで。僕とて例外ではない。いや、僕とてってきたらそうやな。でもさ、そのこういうのさ、友達とやったりせんかった。一生進めやったっけな俺。あの、一緒にやろうっていう口実で遊ぶね。ああ、確かに。本番でいいやん、もう。今のでもうまいやん。本番っていうのは練習の何割の力しか出せないんで。なんなんそのプロ意識。あの、なんなんお前、終わらせやろお前。お前ここの場所で緊張することある。やりましょうか。多分失敗するんで。ああ、そうなん。じゃあノアさんちょっとお願いします。はい、どうぞ。緊張しすぎやろ。どんだけ緊張してんだお前。まだ練習いるなお前。確かに。ごめんごめん、何もこういうことなの。俺らが言ってたのが悪かった。正しい、お前正しい。やば。これやばない。なんすかこれ。生き物を恐れる。やばい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 。それお前。次捕まえに行かなか。捕まえに行かなか。行ってらっしゃい。バリだる。しかも俺酒飲んだから。運転だけ。だる。引き晴らしに数学で世界見るか。完結させずに次行く。あ、でも次の課題行くなら、でもちょっとあの引いてからなのかな。確かに確かに。そういうことか。ドスエクジー。はい、どうぞ。これやん。ナナーナナー。はい、どうぞ。早っ。何見つけたか。え、セミ。嘘。ほんま。いた、そんな。いました。あと国語だけです。早っ。うお。算数、理科、社会終わりました。よし、一回挑むか。行きます。行きます。行きます。どうぞ。え、あ、いいよ、どうぞ。はい、行きます。お口につけたきびだんご。私に。お、合格でいいでしょう。やったー。もう、なんだよな、あいつは。じゃあ2個目、2個目行く前に酒飲まなあかんからな。はい、レモンの独特の味がするんで。あの日の悲しみさえ、あの日の苦しみさえ、
野田さんできました。作文、うん、発表してください。読みます。ガーシーの末路。ただ一つガーシーにアドバイスするなら、名前をガーシーからパーシーあるいはマーシーに変えることだと思う。やはりガというのはきつい印象を与える。それは小4の僕でもわかる。まあいいでしょう。ありがとうございます。何書いてもいい。今のでいいやと何書いても許されるやん。せーの、ほい、3番でーす。これ、見上げてごらん世の星を。それやば、うわいく。やばいってこれ。1時間ちょっとか今。でも逆にさ、これもう終わるんやけど、このワーク。確かにキムがハーハー言う言わかった。これ終わりました。こっちハーハーが難しいですよ、うん、あの人まだ気づいてない。リコーダーの大変だし、他のやつ行こう。はい、7パー。あーワーク、ちょっと始めていくか。物語の読み取り、結構想像よりだるい。このワーク、母ガメはゴンクを見るとひどく慌ててしまった。それで寄った状態でやるのやばいよな。母ガメの剣幕に蹴をされてやって、めっちゃむずい言葉出すやん。ワーク全部終わりました。お疲れ様です。確認しまーす。すげー早っ。ワーク全部終わりました。ケミの絵下手すぎるやろ。見せて見せて見せて。やばこれ。もう破れたらこういうとこに書くなよお前。ちなみに俺10引いちゃったんやけど。10いきますか。そこだと、いやじゃあほんまにちょっと量、まあ量ね、量考えてよお前。これやべやべ、もう無理もう無理もう無理。これだったらいけるって。無理やって、4倍に薄めたらだって 10% っすよ。あーこれえぐいわ。これ大変やで。あーやばい、全然収まらん。なんでそんな盛り上がるの。ギラにひらがなで書いてるからです。あ、それでかいね、その要素。なんか、あの人喋らんくなりましたね。じゃあもうこれウイスキーちょっと相当効いてしまったな、これは。今開始から何分だった今。3時間で現状の進行率。まあ、1個っす。やばいな、3時間で1個ってやばいな。でもやばいっすね、このペース。ちょっとあの2年前より遅なってるな俺たち。野田さん、ちょっとあの終わらせていいですかこれ。どうぞどうぞ。よくできました。ありがとうございます。今10分の2終わりました。約 20% です。あーあー、スプライスはハイプライス。 What's your point? Thank you. Is that all stranger? Hey, 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 thank you. 人生の半分ぐらい細かくやってる。はい、読書感想文終わりました。発表してください。俺が俺にチョコレートタッチ。メグインさん、この本は一つの欲望に目がくらんでしまうので、欲望を満たすものはほどほどにという教訓を与えてくれた作品といえる。また作品中では欲望をチョコレートという身近なもので表現することで、メッセージ性だけでなく親近感も可能にしたということで、奥ゆかしさも出している。奥ゆかしさは間違ってやろ。感想文を聞いた皆さんがぜひ一度手に取ってこの作品をに没入してもらうことを心より願っている。お前作者の息子かなんかか。お前まあいいでしょう。はい、賞賛でこれかよ。僕も終わりました。数学で世界を見るの君表情。本作品の個人的な感想を述べる前にいくつかしてきた第一章がある。それは数学的に正しくない箇所の訂正だ。バリうぜえねえか。以上でございます。まあ合格で。ありがとうございます。いいでしょう。すみません、ほらもう合格でみたいな。腫れ物扱いされてるから。こういう生徒にはあんまり関わらないみたいな。間違いない。賢明な判断です。ポスターよかな。ポスターってなんすか、ちなみに。意味性を持った何かを書いてもらえれば。さっきよりうまく書きました。結構うまい。結構うまい。結構うまい。普通にうまい。はい。
オッケーでーす。やったよ。よっしゃ。あ、五。でライムレモンにしよう。はい。ゼロ。そりゃないっちよ。やばい、頭痛くなってきた。やばい。やばい。やばい。なんなら体熱い。まだあんねん、お酒なの全然まだ。はい。やばいです、結構今。あか、眠たい。あかん。あかん。回ってきた。あかん。寝ます。おいしょ。あかん。よし。風向風速計完成しました。すげえ。風向風速計。すげえ。今から風向風速を測っていきます。風速ってどうやってあれなってるの？中が回るはずないけど俺取るから回らへんちょっと待って。あ、これ自由研究失敗かさては。これ中の多分これがな、回るはずないこれ。まあ風向は取れるんで風向だけでちょっと考察するか。オフィスの周り風向円に、南西。これだけで考察します今。そんなんもうさ、ちなみにそんなんもう体感で分かれないから。気温25度、湿度 62% です現在この場所。そんな聞かなあかんの最初の情報だけで。この情報きつすぎるやろ。さっきの情報だけでどんだけ聞かなあかんねんお前。だって本当はこれ毎日測って比較しなあかんねん。もう本当はできました。お、こちらです。すげえ。あ、すげえ。ぽいの書いてる。ぽい。もう頭痛い。もう飲めへんこれ以上。めっちゃ残ってんだよ。あ、無理っす無理っす無理っす。ここで僕の旅は終わります。ありがとうございました。なんであなたそんな元気なんすかね。それな、え、ウイスキー飲んでるか。何時今？やばい、6時や。覚えてないの？できました。自由研究まとめました。早っ。実験。オフィス周りの風向風速、風向南西、風速 2.0m/s、 温度25度、湿度 61%。 考察早っ。考察。実験終わんの早っ。実験終わんの。じゃあぜひ今後もね、測ってみて計測を続けてほしいですね。そうですね、はい。次リコーダー、ね、次リコーダー、次リコーダー。まあ、どう死んでるやついる。死んでるやついる。今大丈夫？ガチでやばいっす。意識朦朧だ。秋いけます。なんでもそんなうまい。先生どうすか。いいでしょう。よし。いいや。よし。よし。やばい、もう、あ、やばい、こいつやば。もうすぐ終わるやん。あー、10。 F いて。あ、100を中のくらいまで。あー、匂いだけでえぐい。日記3日分終わりました。ワーク系のだるいのってさ、編集でこの共有できるわけもなくただやってるっていうこのだるさがあるような。デンガーあそこでワーク頑張ってたねってコメントめっちゃ待ってます。よくこんな数多くの。キムさんがちょっと虚無の極みみたいなのずっと言ってるって。キムさん犯罪者みたいな顔せんとって。ニコがニコであるように。先生終わりました。ワーク、はい、何恥ずかしくないはずですよ。何これ、なんかデンガー並みの観察あるんやけど。何？それはだって好き出てへんやん。お前やってる。出てないんやろ。俺のことバカにできんやろお前それ。お前俺のことバカにできんってお前。夜に観察しろなんて書いてないんやからどこにも。俺は昼に見てなかったから月はなかったって。OK でーす。やったー。バリバシ行くぞー。てい3。じゃあ習字やります。ちなみに視聴者の人はね、花のおばあちゃんが亡くなった話ありますけど、なんと同日に僕のおじいちゃん亡くなってます。それな、ひっそりとそのなんかひっそりと何かなんか取り憑かれてんのかなって一瞬思ったけど、今年は僕と伝言にはちょっとハガキ出せないっていう。まあ別に出してもらってもいいんですけど。
俺のおじいちゃんももう結構年やったからさ、まあ仕方ないなって思えてんねん、こっち側としては、うん、そういう時は いいんじゃないかと思っちゃう、どうしても。わびさびさんやな、さびさんやな。小学生の仕事をこうやってやってんのなんか肩腹痛くなってきた。糸浅ましやで、これ言っとくけど糸浅ましやで、ほんま驚き呆れるわ、これほんま。先生できた。作品性が高くて非常によろしい。ありがとうございます。この先生の良し悪しよう分からないけど、ガバガバや、これがいいんや。じゃあ俺次はサクッと終わらしたいので都道府県プリント行くか。群馬県群馬市。群馬市なんて聞いたことない。いやでも群馬の県庁所在地分からへん。二択やな、二択。群馬の包丁ってめっちゃよく切れるんですよ。なんでか知ってます？切れ味が抜群馬だからです。何言ってんの？殺すでお前。ごめん、ただ聞いた方がいいわ。今のなんなん？今の間で。嘘でしょ？包丁のくだり。嘘です。言わなお前、ほんまムカつくわ今の。ほんま腹立ったわ今。一回でもちゃんと自分で考えたら自分が腹立ったわ。バスとして店長所在地教えて。あの群馬っていうところにヒントがあったのあります。これ分かったぞ。よし、出すか。オーケー。頼んだ。うわ、すげえ思い出してる。やろうな。県庁所在地 OK でーす。やったー。無限の終わったぜ、このしょうもない。はい、漢字通りいる、 OK でーす。はーい、お疲れ様でーす。あー、次のくじペイ出ました。柔道トリスの方が多分 40% 見やすい。自由研究いくか。はい、これで何でもいいか身近なものを調べて画用紙1枚にまとめて、はい、日記終わりました。はい、いいでしょう。よし、あと計算ドリルだけです。頑張ろう、ちょっと本腰入れない。なんかノラマジックくれへん。あの、そこの辺にいないか。 5% パー、これ飲んだら終われる。わかる、意外とこれペン進むのわかる。いや、そうなんよな。サクサク。そうだよ、これ意外とさ、やっぱ自分の意思で書けるっていうのいいよな。そうなんですよ。できた。じゃ僕の自由研究はハゲの予兆です。何やそれ。研究背景として、僕の父は言うまでもなくハゲています。つまりそれは遺伝学的な観点に立つと、今後私も同様の症状を我が身に宿すことになるということです。故に本実験ではキム・ヒョジュンの生え際にフォーカスし、ハゲの本質へとアプローチしてみようと思います。だったらお前の髪の毛見れへんねん、見れへんねん、見れへんねん、自分のやつは。髪の毛をよく洗うなどということが肝なのではないかと思います。あっさ、髪の毛をよく洗う、あっさ、こうさ、素晴らしい、ありがとうございます。生活費用って何？やば、これやばやば、それやば、わなすぎそれ。これ何これ。まあできた。うわ、ずる。いや、ずるくない、同じことなんやから。一週間おじいちゃんの家みたいなやつ。まあいいでしょう。ありがとうございます。埋めることに、とりあえず埋めて出せば。キムさん、キムさん、ほら、あと3つやで。よし、あー、ま、きつい。キムさん、もう2時やで。ウイスキーやばい。うわ、嘘つかれた、だる。シンプルにいつまで何やってんねんと思ったのに。終わりました。うわ、やりやがった、こいつ。 OK でーす。賞賛コンプリート。お疲れ様でーす。今何時？今8時半。今日という日は俺は何をやっていたんだろう。頭痛い。やっぱ酒って酔わないな、やっぱ。そうやね、ほんまに。やっと気づいた。だって頭痛くなるだけやん。いや、ほんまそうや。ドリル終わりました。そんな感想も終わりました。キム、夏休みドリル OK でーす。キム、あと何個？1個でーす。よし、それ意外とすぐ終わるで、ね。
者感想文じゃ発表してください。はい、お辞儀というソリューション。なんとタノチンが深々と頭を下げたのだ。弱い9つというその若さでだ。何言ってんねんこいつお前。私は今年で30歳を迎える小学校先生になった。そこが一番おもろい。果たして自分の要望を通す上で同じソリューションを導き出せるだろうか。いな、全くの盲点だろう。そんな希望を持って僕は今玄関のドアを勢いよく開けた。ガイアの夜明けはもうすぐそこまで来ている。またじゃあ聞いたことある。お前それ好きやな。その終わり好きやな、お前、ほんまに。なかなか個性的な感想文で、ね、あいつもバグってる。ありがとうございます、先生。個性的って表現で、先生やっぱ多様性認めがちやから。ぽい7。よし、じゃあ工作やります。やば、これ結構時間かかんじゃん。結構、これあ、えぐい。これはえぐい。見たくない、えぐい。これはえぐいって。えぐい。待って、これハイグレードガンダムぐらいあるって。それマジで1時間以上かかるんじゃない？これやばいって、ちょっと。まあでも横に暇なサビ寄ってるやつ、寄ってるやつ。思い出新聞ちょっとあの電源にしてやってもらって。思い出新聞はお前がやってよ。工作手伝うわ、なんなら。おい、お前がやれや。ミキの宿題手伝わなかったよ。俺忙しいんだよ。待って、これえぐい。それ思い出新聞やります。これマジで全くわからん。ギアボックスって何？ A の14ってどれ？思い出新聞できました。じゃあ発表してください。朝起きたらそこは冷凍室だった。やばすぎ。なぜか電源にここから出たらダメだよと言われて怖かった。僕は10分くらいで耐えることができず、その場から逃げ出した。逃げ出す僕を見る電眼のあの目を僕は忘れない。怖っ。おい、おしまい。怖いこと。おしまい。怖いよ。怖いこと。じゃあ、紙に貼っといてください。よし、ラスト。いいよ、今ここまではやった。あ、出す。ここまではやりました。はい、終わるよ、もう終わり見えてるよ、これ終わりました。おはい、OK でーす。お、キムさん、小児感想開始8時間30分。キムさん、8時間30分どうでした？この8時間半。頭痛かったです。頭痛いって。もうキムさん、寝てください。もうちょっとで終わるから、ちょっとあと10分待って。よし。おできたー。あ、いや今のやばすぎ、ほんま。できたー、ドラ先生、できたー。これで光を浴びたら動きます。おー、今動くんですか？今は無理ですよね、だって太陽光ないんで。なるほど。じゃあもう形できてるから OK かな。よっしゃー。ブー、食べてー。崩してやったね、先生。きしょ、こいつ。このセンス、こいつマジきしょい。しゃー、小4の花を、8時間37分クリアと。あー、自社的でした。というわけで、なんと時刻は21時9時半です。21時37分だって。始まったの13時やからね。作ったということで、結論は酒は飲まない方がいいのと、俺らはこの宿題やらない方がいいです。ですし、ちょっと途中空気悪かったんで仲悪くなりそうです。あんまりやるとキムさんがもう手前でした。体調不良なので、今日は動画を終わります。ありがとうございました。キムさん、寝てください。そのまま行ってください。ありがとうございました。キムさん、ちょっとまず水飲もう。キムさん、水飲もう。いや、酒の企画はほんまあかんな。よし、お疲れ。いやー、終わった。お疲れ。終わったことにまずはありがとう。キムさん、それ飲んだらあかんで、絶対。キムさん、それ絶対飲んだらあかんで。
それ飲んだらお前より回るから。いやーほんまお疲れ。